アロハ EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。このチャンネルでは一段上のハワイの過ごし方をご紹介しています。皆さんプールは好きですか？ハワイは美しい海、景色が文句なしでもちろんいいんですけど、旅の間にちょっとくつろいでだったり、サクッと寄ってご飯食べたり、安定した雰囲気でサンセット眺めてみたいな過ごし方ができる、今回ちょっとニッチな企画かもと思いつつ、ハワイのプールを7選ご紹介しようと思います。滞在するホテルでプール利用するよっていう方多いと思いますが、プールサイドってホテルのコンセプトだったり雰囲気、デザイン、アート、接客がよく出るところだと思っていますし、旅慣れたヨーロッパからのお客さんとかがすごく上手に利用している印象です。日本の皆さんも滞在するホテルだけじゃなくって、他のホテルとかも含めてお買い物中とかにちょっとお茶したり、観光の間に一息ついてチルする場所的な使い方だったり、場所を決めてのんびりサンセット見たりっていう楽しみ方で、プールサイドもハワイの一部として上手に使えるとハワイの上級者感が出ると思いますし、さらに観光スポットも増えると思っています。それぞれのプールに違った雰囲気、楽しみ方があるので、次回ハワイの旅の参考に最後まで見ていってくれたら嬉しいです。ほとんどのホテルに大小のプールがあって、それぞれに特徴があるのですが、今回はおしゃれ、雰囲気、楽しみ方、個性、居心地で決めておりまして、観光の一スポットとしても皆さんの旅の間のちょっと使いでもおすすめのご紹介ができたらと思っています。ハワイのプールサイドといえばフラだよねって思っているフラ好きの皆様、今回は、フラベースではございません。すみません、フラはまた別の機会にやってみたいと思いますのでご了承ください。一つ目はサーフジャックホテルにあります、スイムクラブです。こちらは星野リゾートさんが改装とリブランディングをしてから一気におしゃれになった印象でして、70年代のサーフカルチャーのリバイバル感を感じるところです。ワイキキの中でフラッと入れる場所でして、女性一人でも浮かない静かな印象です。前のホテルを知ってて、そこから改装して、ワイキキの喧騒の中にポツンとした空気が流れる静かなこじんまりとしたオアシス感っていうのかなが出てる感じです。ローカルのデザイナーさんが家具とかをアレンジしてて、急に緩くなる空気感っていうか、時間の流れが緩む感じがいい感じだと思っています。70年代、自分は生まれてないんですけど、こういった時間の流れだったのかもって錯覚させる空間の作り方でも、逆に新しさも感じるみたいな、まあ星野リゾートさん、さすがのブティックホテルのアレンジだなって思います。レトロハワイアンっていうか、バンガローっぽさも出てていい感じじゃないですか。こちらのソファーの色味、今逆に新鮮な感じがすると思っています。ここは入り口におしゃれでこじんまりとしたカフェがあって、ワイキキでの買い物とか芝すりようとかする人たちでちょっとコーヒー飲むときに寄るみたいな使い方がおすすめです。お部屋も結構可愛い感じなのでレトロ映えしますし、今度ホテルどこにしよっかみたいな、まだ次回のプランニングが決まっていない方、こちらもぜひ検討してみてほしいですね。インディゴブルーを上手に使ったレトロな感じの客室も空間的に個性があっていいなと思っております。カフェの隣に小さなセレクトショップがあって、バンクスジャーナルなどのおしゃれでサステナブルでありつつレトロ感のあるアイテムにも出会えるので、お買い物でも楽しいと思っています。ここは個人的に好きなセレクトショップでもありまして、ぜひワイキキのお買い物先リストに加えてほしいと思っています。ここはコーヒーも安定に美味しいのとコスパが高いのがいいよねって思ってます。プールサイドとかでコーヒー飲んでチルしたり、ここは静かなので自分は本とかを読んだり、作業用の場所としても気に入っております。コーヒーショップは朝の7時から夕方5時、ブティックの方は6時にクローズします。冒頭でも出てきたこちらのプールなんですけど、 Wish you were here、 あなたがここに一緒にいたらよかったのにっていうね、
このロゴ超いい感じだと思いませんか。このロゴを入れて日本の友達とかに写真を送っちゃったりして、ウィット感ある写メとか楽しいと思っています。しっかり映えてみてほしいと思っております。こちらマシュータピアっていう有名なローカルデザイナーがデザインをしていて、ワイキキの中のロゴモノ、ロゴモノってなんだろう、とにかく僕的に好きなロゴのデザインの一つです。で、音楽なんですけど、ボリュームがそこそこ控えめで、誰かと話す時にも邪魔にならない、でもそこそこのアンビエンスはしっかり取れているっていうバランスのいい印象です。2つ目はグルーブレストラン&バーです。モダンホノルルホテルにあるプールバーです。シンプルなちょっと古めのヨットっぽいデッキ調のプールとハーバービューがおすすめです。今のシーズン、サンセットのアングル的にちょっと微妙なことがワイキキの場合多いんですけど、秋から春口にかけてハーバー越しでマジックアワーっていうハワイでぜひ楽しんでもらいたい黄昏時を楽しめます。この椅子とテーブルがあるところがフードとかドリンクを楽しめるエリアで、ホテルのゲストじゃなくても楽しめます。営業時間は11時から夜10時となっておりまして、ハッピーアワーも月曜から木曜の4時から6時、ハワイの地ビールが1杯5ドルで楽しめたり、カクテルやワインもこの間の時間だけ値段が下がるのでお得に楽しめます。スライダーとか、バオバンっていう中華のバンズ的なアイテムがあります。最近バオバン流行ってるのかな、あちこちでよく見かける印象です。この時はハニーガーリックウィングとポケのナチョスをいただいたのですが、ビールが進む印象です。このポケのナチョスはごま油とポン酢、甘辛いマヨネーズとトビコをかけて揚げワンタンのチップスで食べる感じです。手づかみで食べるいわゆるパーティーフード系が中心で、お客さんの層もメインがアメリカ人で、フィンガーフード手づかみに慣れているので、そこをメニューも意識しているのかなと思います。手づかみ系は最初のデートとかだと日本人的に微妙かもしれないですね。それ以前に、カップルで日本から行く場合はハワイに一緒に行く仲だから、そもそもそんなのもあんまり気にはならないか。ただ超ドレッシーな女性と行く場合はここはちょっとカジュアルめなので、そこは注意してほしいですね。お値段はややお高めかなっていう印象なんですけど、ハッピーアワーを上手に使ったりして楽しんでみてもらいたいかなっていう点と、あとは夜になると DJ やローカルアーティストのエンタメとかもあって、開放的なプールサイドのクラブ&バー的な場所代って考えるといいと思います。イベント屋的な目線でもここのプールサイドは本当おすすめです。あと上にもプールがあるのですが、このプールもなかなかの映えプールなのでいいと思います。こちらでは朝のみフードを楽しめますが、夜はウェイターさんがオーダーを取りに来ないので、ドリンクと皿を一緒に持っていく必要があります。ここはロケーション的にもアラモアナセンター寄りなので、アングルといいますか、この夏前の季節でも割とワイキキの真ん中あたりよりもサンセットが見やすい印象です。冬はがっつり夕日が見えます。お買い物の帰りにプール横でサンセット見て過ごしたり、音楽聴いてチルしたり、あとは踊りたい人にはいいかもしれないですね。ちなみにこちらのホテル1階にスタディっていうクラブがありまして、ホテルもパーティーっぽい活気のある印象で、日が沈んだ後まだ遊び足りないよみたいな時にはいいかもしれないですね。若めな感じでノリノリで遊びたいですとか、ローカルとおしゃべりしたいとか、ホノルルのナイトライフ楽しみたいよっていう方、ぜひ行ってみてください。3つ目はハワイアンアロマカフェです。ワイキキの中心的なエリアにあるビーチコマーホテルにありまして、長いエスカレーターを上がったところにあります。以前他の動画で紹介した地ビールの、マウイブルーイングカンパニーの隣にあります。おしゃれな打ちっぱなし系の店内に入るときにここはいい匂いがするんですね。女性にはあれっていういい感じの匂いで、ちゃんと風を計算されているのか、匂いが入り口のあたりだけなので、何食ってるか分かんなくなるみたいなことがないので、店内で食べ物とかの香りを邪魔しないのがいいですね。他にも入り会お花イーストホテル、あと同じホテルの1階の路面店に姉妹カフェのギャラリーもありますが、全体的な雰囲気とプールの抜けをイメージしてこちらをおすすめしています。こちらはカフェ&バーとなっておりまして、カフェご飯とか
女性が好きなメニューも多いので男性の皆さん連れて行ってあげてほしいと思っております。ラフな格好でももちろん行けちゃう雰囲気なので、ワイキキでショッピングしてる間とかの作飯とかお茶とかだけでもいい感じだと思っております。僕はここの香りがいいアイスコーヒーが好きなんですけど、アサイボールとかワッフルとかが有名なお店でして、フードも映え要素をしっかり抑えている印象ですし、こちらフードのディスプレイもしてるんですけど、可愛いってなる盛り付けとか、女性はテンションが上がりますよね。この日はカプレーゼとペストのサンドをいただいたんですけど、トーストしたパンと優しいバジルの香りと甘めのトマトのバランスがすごくいいなと思いました。あとはですね、ショップのお土産とかのセンスがいいなって思ってて、ちょっとしたハワイの雑貨屋さんみたいな感じですので、フラッと入ってラテとか飲みつつショッピングも楽しんだりできるんですね。これも女性的にポイント高いと思います。ここはバー的に使うこともできますし、2時から6時は飲み物のみなんですけど、ハッピーアワーでミモザが5ドル、ビールも6ドルで楽しめます。カフェ飯とお酒、そしてプールサイドって結構ユニークな組み合わせなので個性的な印象です。実は BG が結構音量大きめでして、おしゃべりするには僕みたいな声のタイプの人にはちょっと微妙かなって思うんですけど、はい、バー利用だったりプールサイドでわちゃわちゃしたい人や若い人向けなのかなっていう印象です。 Wi-Fi もあってそれはポイント高いんですけど、作業用での利用だったりは個人的にはあんまり仕事が進まないような気がします。僕はですね、 BG って超大事だと思っているタイプで、デートとかだとフードやドリンク、空間デザインとかお店の雰囲気、接客はもちろん大事だと思いつつ、やはりですね、音楽は大事なので音楽も基準になることが多いですね。プールの方なんですけど、ザ・ワイキキの街のど真ん中にいます的な感じでこじんまりしながら結構賑やかな印象なんですけど、音楽と周りの雰囲気からなのかな、マイアミっぽいっていうか、プールサイドのパーティーの雰囲気があると思います。夜になるとだいぶプールサイドがクラブっぽくなるので、ワイワイしたい方はぜひ行ってみてください。4つ目はノースショアにありますタートルベイホテルのサンセットのプールバーです。最近リノベーションを終えてすごくおしゃれになったこちらのホテルのプールサイドは、大自然館とかハトでよく見るゴルフ場付きのリゾートっぽい感じで、サンセットがすごく綺麗に見えます。営業時間はランチは11時から4時、ディナーは4時から9時、 LO は8時って感じですね。でブティックとかサーフショップとかカフェとかも充実したなって感じで、ホテルは日本人が少なくって、大自然が好きなカナダとかヨーロッパのお客さんが多い印象ですね。ノースショアにドライブに行く人多いと思うのですが、だいたい晴れ岩からサンセットビーチあたりまでで、そっから先は流しちゃうよっていう人多いと思うのですが、このホテルによって買い物とか観光したりするとノースで遊べる場所が多くなると思っています。ここはホテル以外の人工物があんまりない、大自然感が他のプールとはちょっと違うなって思ってます。ホテル前が小さな湾といいますか、ホテル自体がちょっと突き出た岬の先にありまして、ウミガメにもよく出会える場所で、あとはですね、ここのサーフポイント結構いい波入るんですよ。一応僕サーフィンするので、サーファーっぽい用語で言うとポイントブレイク気味のレギュラーのそこそこの速度感の波です。あんまり混んじゃうのも微妙だなって思ったんですけど、僕のチャンネルはハワイ好きの皆さんが多いと思うので、ぜひ楽しんでいただきたいっていうことでサーフスポットとしてもご紹介です。目の前を波とサーファーが通り過ぎていくので、僕はですね、ここでずっと波見たりしてカクテルとか飲んでる時間が好きです。話がそれちゃったついでにですね、ここは崖沿いに小さな潮吹き岩がありまして、冬の波の高いシーズンですとブホーって結構大きな音が出ます。最初見た時ディズニーランドのアトラクションの演出みたいだなって思いました。そのぐらいびっくりします。波が高い時はこの撮影の仕方はしないでください。はい、本題に戻ると、ここは以前紹介しましたラニカイブリューイングカンパニーの IPA を取り扱っていまして、まだ知らない方、以前の動画でハワイの地酒9選やっていますので、
予習がてら見ていただけたらと思います。余談ですが、ラニカイさんはですね、最近世界初の宇宙開発の酵母のビールだとか、松本シェーブアイスのリーヒンムイのかき氷味のセルツァーとか、クリエイティブでセンスがいいビールを作っています。この松本味は流行るだろうなと思っています。フードに関しては、ここは地元のおしわさんのファームで採れたサラダがいいんですよ。あとはもちもちしたご飯のポケも美味しかったですね。実はですね、地ビールと波と風を楽しんで満喫してたらですね、よもやのフードを取り損ねるっていう凡ミスを起こしてしまいました。すみません。代わりにサンセット見ていただけたら、代わりになるのかな、幸いです。ここのサンセットは美しいことが多くって、岬の先端なので見えるスポットが多いと思っています。ちなみにプールサイドじゃなくてレストランがいいなっていう人は、今回の企画とはちょっと違いますが、ホテルの反対側にハワイの人気シェフロイ山口が手掛けるレストランがあるので、ちょっとノースでいいご飯食べたいなみたいな時にはここはおすすめです。今度超田舎のレストランとかの企画やってみたいと思ってるんですけど、需要ありますかね。ご意見お願いします。でこちらはですね、僕はこのホテル周りをサンセットの後とかに散歩するのがたまらなく好きでして、星が見づらいオアフではありますが、ここは見えたりしますし、隠れビーチもこの辺結構多いので、波と夜風の中の散歩は超おすすめです。はい、5つ目がですね、ワイキに帰ってきまして、クイーンズブレイクレストランと呼ばれるワイキビーチマリオットホテルの新しくできたプールサイドとなっております。ここはですね、プールサイドでご飯とかお酒っていうよりですね、アクティビティが楽しいなって感じでおすすめします。営業時間はプールサイドでは長めの11時から夜10時までとなっているのも嬉しいポイントです。コロナ禍で改装したハワイのホテルは結構多いのですが、このプールサイドはいい感じになった印象です。海に抜けていくっていうか、細長い感じのプールサイドなんですけど、ダイニングエリア、バーエリア、ゲームエリアなどがありまして、子供からカップまで楽しめる感じで、こちらのレストランエリアはカウアイシュリンプのパッタイやハンバーガーが人気なんですが、僕はここをカフェ利用することが多いです。ダイニングエリアは60年代っぽいデザインかなって勝手に思っています。フードやドリンクはプールエリアでもいただけます。このエリアはですね、ミッドセンチュリーのカラー感があると思うのですが、ギリハレーションを起こさない感じの色味がいいと思っております。ここでカフェ的な使い方をすることが多いですね。ここはパティシエさんが素晴らしく、スイーツが美味しいので、ぜひ楽しんでみてもらいたいって感じです。こちらですね、マンゴーのひんやりしたスフレとフルーツソースが素晴らしく美味しいのと可愛いので、ぜひ試してほしいって感じですね。甘いものは僕そんなに得意じゃないんですけど、これは甘すぎないので男性でも素直に美味しいと思ってます。ここのプールなんですけど、アクティビティが多くていいんですよ。この日はアートクラスだったんですけど、ハワイのアーティストのペイントエスケープウィズミーのジョディさんが手掛けるアクリルアートのワークショップを楽しみました。サンプルを見せないで始める感じでして、僕は全体の絵から入るタイプなので、途中ん今なんでオレンジなのとかなるんですけど、ほんとね、夢中で絵を描いていくうちに8割ぐらい進んで気がつくと、あーこういう絵になるのかって分かる感じで、一緒に行ってくれたメイクのナオミさん、プロのメイクさんゆえにですね、仕上がりのイメージから組み立てていくタイプらしく、何回もんみたいな感じで、一緒に夢中になりながら楽しめました。ここはデートでもキッズ連れでもアクティビティとして楽しいかなって思ってます。最高の曜日は概要欄に貼っておきます。僕はここの角のファイヤービットが好きでして、夕日と暖炉っていう超いいコンビネーションがおすすめです。ヨーロッパで暖炉の周りに集まって会話とか火の揺らぎを楽しむ習慣っていうのをね、ハワイで楽しめちゃうっていうのっていいなって思います。正直混んじゃうのが嫌なので、どうしようかなって思ったんですけど、ご紹介します。ここでカクテル飲みつつっていう時間が好きです。サンセットっていつがいいのってよく聞かれるんですけど、ワイキにいて水平線に沈むっていう意味で言うと、秋から春先が太陽の方角的におすすめです。夏はより山に沈みやすかったり、高いホテルの陰に隠れやすいんですね。夏は4月から10月、冬は11月から3月って大まかに分かれるんですけど、冬だとワイキの真ん中で楽しみやすいかなってい
という印象です。同じマリオットホテルの1階に B さんで行けちゃうイタリアンのアランチーノさんは本当美味しいので、例えばそこでディナー食べてから2軒目的に日元で暖を取ったりゲームエリアとかで遊んだりしつつデザートとカクテルみたいな使い方もいいと思います。はい、6つ目です。ホワイトサンドビーチホテルのヘイデイです。正直今回は教えたくないなっていうのが多めではあったんですが、あんまり教えたくないなって最後まで迷ったところです。僕的に特に隠れ家的に使ったりできる感じが本当よくって、デートとかでもいいと思いますし、観光の間のランチとかディナーとかバー使いでもおすすめのスポットになります。ここはハイドアウト感っていうか隠れ家的な空気とこのブランコが楽しいんですよ。デートの時とかに会話が止まったりする時あるじゃないですか、そういう時にこのブランコでブラブラできます。まあそれが正しい使い方じゃないんでしょうけど、インスタ映え好きには楽しいところだと思っています。なんかブラブラ揺れる席っていいじゃないですか。ここは何席とか数えないで何台とかで数えてんのかなと勝手に思っていますが、レトロポリネシアン感っていうかバンブーとかを使った70年代の懐かしい感じがするハワイが特徴かなって思っていまして、ここはカタログ撮影でも使える空気感があると思っています。このね、竹のベースって懐かしいし、70年代の古き良きハワイを覚えている方も、そうそう昔のハワイってこんな感じだったっていうね、ノスタルジックな雰囲気を楽しめると思います。ここはさらに何がいいってご飯が安定に美味しいんです。プールサイド飯って正直微妙だなって思うことが多いんですけど、こちらはホノルルのダウンタウンにフェテっていうグルメが集まるレストランがあって、でそこのロビンさんっていうシェフがここのフードの監修をしておりまして、何食べても美味しいんですよ。でロビンさんつい先日北米でナンバーワンの女性シェフを受賞してて、ここは本当に美味しい。この時はハワイ産のスモークしたオノっていう魚のサラダとベーコン、トマトとブリオッシュバンの BOLT っていうメニュー食べたんですけど、これはおすすめです。お値段15ドルでこのハワイの魚って考えるとコスパ的に納得かなって僕は思ってます。ここは昼間利用に限らず夜もいいと思っております。宿泊している人たちと気さくにブランコ乗って話したり、チルっぽいコージーな雰囲気でドリンク飲んだりって感じでおすすめです。コハナラムっていうハワイのクニアの地酒のラムを扱っていまして、ソーダ割り、オンザロック、カクテルなどいろんな提案をしてくれます。このラムと合わせてポークシュニッツェルっていうオーストリアの料理のカツっぽいフライがほんと柔らかくて、グリビッシュソースでいただける、これもぜひ食べていただきたい一品ですね。ここはコーヒーをホテルのフロントの人が入れてくれるのですが、このフロントのレトロな雰囲気が結構楽しい印象で、時々ワイキキでのお仕事の間とかにフラッとコーヒー飲んでまったりみたいな時に使うことが多いです。スタバにはないノスタルジア感があってね、気に入っております。はい、最後7戦目、フォーシーズンズコーリナのウォーターマンです。皆さんの中で毎回コーリナとか西側滞在したり遊びに行くよっていう人どのくらいいますか？フォーシーズンズはワイキキのホテルにはない静かで上品な雰囲気がある印象ですね。ここはサンセットから夜の利用一択でおすすめします。空が広いと言いますか、ホノルルの喧騒とは違った氷名のある西側の良さを感じられる場所です。プールサイドでバー利用でもいいですし、このひな壇のエリアで色づく空を眺めるっていう使い方がおすすめです。カップルシートなので家族だったり数人でワイワイみたいな時には一段上にテーブルエリアもあるのでそちらがいいと思います。このシートは座り心地がめちゃくちゃいいのでほんとくつろげるんですよ。でランチは11時から5時、ディナーは5時から9時と短めではあるんですけど、サンセット使いってなんだろうがいいと思ってます。このエリアは空がクリアなことが多いんですけど、ハワイに飛んでくる飛行機って風向き次第ですが、基本的にこのアングルからっていうか、ここの上空あたりから空港にアプローチするので飛行機も眺められます。 BG もそよ風の中でギリ聞こえるぐらいの音量だし、客層もよくって隣が大騒ぎみたいなことがないので、ゆっくりくつろいで会話できるって感じですね。ここでは特に何かをするとか何かを見るってわけじゃないんですけど、海を眺めるっていう過ごし方が僕は超好きでして、忙しく観光スポットを回る合間に時間を取ったり風情を感じたり、そういうのを大事にしたいタイプですね。フードに関してはアメリカ、アジア、
ハワイのロコグルメの中間的なメニューが中心でして、先ほどのタートルベイと比べてややアジア寄りかなって思います。この日はダックのコンフィサラダだったかなをいただいたんですけど、ここはカクテルとかワインとかと軽めのアペタイザーの使い方がいいかなって思ってます。がっつり食べたい場合は柚子胡椒ビネグレッテソースのリブのステーキが美味しかったですね。西側の良さって風がとにかく優しいんですよ。サンセットもクリアなオレンジになりやすい印象でして、これもワイキキとは違うポイントだと思ってます。ここはワインも1杯20ドル超えちゃったりするんですけど、まったりできるのがポイント高めですね。ただ男性一人で行くと浮いちゃったり、あいつすかしてんなってなるので、ある程度イケメンの方がいいと思います。そういう問題じゃないか。今開発が進んでるカボレーでショッピングだったり、西海岸で遊んだ後にちょっとチルみたいな使い方がいいと思ってます。先ほどファイヤーピットでもご紹介しましたが、西洋のお客さんって特に火だけじゃなくって水のあるところにも集う習慣があると思ってます。なのでホテルって泳ぐ場所としてだけじゃなくって集う場所としてのプールも重視してるんですね。次回のハワイはそういう目線で見てみてももっと旅が楽しくなるような気がします。今ハワイに関するガイドブックとか本とかテレビとかが本当に減って、情報が少なくなってることで、 SNS とか YouTube とかだけだと情報はあるんだけど活用の仕方とか魅力とかまでは伝わってないとかで、ハワイに来ているいろんな人たちの感想を聞いてて、正直ハワイに行きたい皆さんとハワイに来てもらいたいっていう人たちとの間に距離がまだあると今感じてます。悲しいことだけどハワイのビジネスもまだまだ大変なところが多いですし、行ってみたかったのに潰れちゃってたみたいなこともまだたくさん見かけるんです。少しでもハワイの本当にいいところを皆さんに紹介したいなって思ってまして、それが皆さんの次のハワイの充実だったり、いつか誰か必要な人に届いたり、ハワイのビジネスにつながったりすると思ってます。ぜひチャンネル登録して応援してくれたら嬉しいです。 EJ でした。マハロです。